岡三証券の大下です。国際有料株を厳選した岡三ワールドベストストックをご案内いたします。真に稼ぐ力を有する企業の中から今回紹介するのはこちらです。6501の日立製作所をご紹介いたします。日立製作所は産業用エレクトロニクスで国内最大手の企業です。事業の選択と周知を進めており、デジタル、 グリーン、イノベーションを成長の柱としています。こうした中で、えー、顧客データをもとに、経営課題の解決や事業の成長に貢献するソリューション、サービス、テクノロジーの象徴であるルマーダを軸にビジネスを展開しています。また、子会社の日立エナジーを通じて、えー、再生可能エネルギーなどで拡大が見込まれる総配電分野にも注力しています。 24年3月期第3四半期累計決算の主要部門の売上収益は前年同期比12%増。本業の稼ぐ力を示す利払い、税引き、き一部消却前利益は前年同期比18%増となりました。また、ルマーダ事業の第3四半期単体の売上収益は前年同期比19%増と高い成長率を維持しました。 ルマーダは家電の IT 化などで人々の生活を支えてきましたが、現在では店舗での在庫コントロールや保守、メンテナンスといったオペレーション全体で活用されるように変化しつつあります。会社側は25年3月期売上収益目標10兆円のおよそ3割にあたる2.7兆円をルマーダで稼ぐ計画です。 デジタル分野を軸とした事業成長に対する期待が今後も続きそうです。以上で岡山さんワールドベストストックのご案内を終わります。ありがとうございました。